ゲパルト級ミサイル艇、または 143A 型高速艇は、西ドイツ海軍並びに統一ドイツ海軍のミサイル艇。交渉は高速艇である。本級は、基本的にドイツ海軍が先行して配備していたアルバトロス級ミサイル艇の改良型として開発された。主たる改良点は、股艦防空能力の強化であり、魚雷発射管と後部のメートル砲を、 排して、ラムの搭載と、機雷搭載量の増大を行っている。手記としては、アルバトロスキュッと同様に、ムツフリードリヒスハーフェン社のムツ -16V-956TB91 型ディーゼルエンジンを4機、搭載している。このエンジンは、1515rpm において4000馬力、1575rpm において4500馬力を発揮できた。 4軸推進方式でスクリュープロペラは3よく直径は1.30メートルであった。また177馬力135馬のディーゼルエンジンを4機発電機として搭載する。本級はアギース戦術情報処理装置及びリンク11による海軍戦術情報システムを備えている。1999年によりタレスグループによって 戦術情報処理装置の強化回収が行われた。レーダー装備は、比較的簡素で、低空警戒を兼用する、WM-27-52DU、射撃式レーダーと SMA-3RM-20 公開レーダーを搭載するのみである。主兵装として、エグゾセ MM38 艦隊艦ミサイルを帝の中央部に4機搭載し、また、対空、 大水上の療養法としてオートメラーラ 76mm コンパクト砲を全甲板に1機搭載する。アルバトロス級では、定備側にももう1機の 76mm 砲が搭載されていたのに対し、本級ではこの代わりに、ラム近接防空ミサイルの21連装発射機を搭載できるスペースを確保して収益したが、ラムシステムの開発遅延に伴って、 実際への搭載開始は1993年にずれ込み、1997年までに前提が搭載回収を受けた。ありがとうございます。